家電掃除術、洗濯機編。用意するものはこちら。それでは洗濯機の掃除方法をご紹介します。まず取り外せるパーツをすべて取り外します。しばらくぬるま湯につけ置きし、汚れが浮いてきたら歯ブラシでこすります。タオルで本体側の汚れを掃除し、パーツの水分が拭き取れたら元の場所に取り付けます。次は蓋の裏や洗濯槽の縁など影になっていて凹凸が多い部分を掃除します。タオルで汚れを拭き取り、手が届きにくい場所は歯ブラシを使いましょう。続いて洗濯槽を掃除します。洗濯槽クリーナーを入れ、洗浄コースを選びます。洗濯槽クリーナーは主に重曹、酸素系クリーナー、塩素系クリーナーの3種類があります。重曹は体や環境に優しい洗剤を使いたい方におすすめです。また酸素系クリーナーは独特な匂いが少ないので気軽に使いやすいのが特徴です。塩素系クリーナーは洗浄力が高いので、特にドラム式洗濯機と相性がいいです。洗濯機によっては使えないタイプのクリーナーがあるため、使用前に取扱説明書やクリーナーの裏面を読むなど注意しましょう。脱水が終わったら蓋は開けっぱなしにしましょう。洗濯機内部を乾燥させることでカビの発生を抑えます。洗濯機の下にある洗濯パンにはホコリや髪の毛がたまりやすいので、ハンディモップでかき出すように拭き取ります。最後に洗濯機の外側を水拭きします。コンセント付近の水拭きは危険なので皮拭きしましょう。パーツや洗濯槽の掃除は月 1,2 回がおすすめです。今回ご紹介した方法をぜひお試しください。